感想曲は、間に演奏する、経過的な楽曲の総称。インテルメッツォ、インテルメッツォと呼ばれるものに、ほぼ相当する。ただし、インテルルディウム、インタールードに相当するものを感想曲と呼ぶことも、ある。また、アントラクト、アクトチューン、ツビッシェンアクトは、インテルメッツォに含まれる概念である。本校では、インテルメッツォと呼ばれる、感想曲について記す。なお、 幕愛劇のことをインテルメッツォと呼ぶことがあるが、これは感想曲でないのでここでは言及しない。また、感想とは、一つの楽曲の中で、声楽曲ならば、声楽を伴わない気楽部分、気楽曲ならば主奏者が休止する部分のことである。オペラなどの劇の幕と幕の間、または、一つの幕の中での小休止に演奏される楽曲である。前者で著名なのは、微生のオペラ。 カルメンのそれである。いずれも幕合いの休憩の後、次の幕の開幕直前に演奏される。ワーグナーのオペラにおける次の幕への前奏曲に相当するが、カルメンにあっては次の曲からが新しい幕であるとされている。校舎で著名なのはマスカーニのオペラ、カバレリアルスティカーナの間奏曲である。物語が盛り上がったところで一旦心を沈めるかのように、 感想曲が流れる。ありがとうございます。